女の話をしよう。肥大化した自我は女の人生を食いつぶした。誰だろうと夢を見る自由はある。理想の自分、理想の快楽、理想の未来、理想の他人、理想の恋人、理想の別離。誰だろうと安い夢を見る自由はある。だが、その大半は悪い夢だ。ああ、来ましたね。お疲れとは思いますが、じき記憶の開封になりますので、呼びつけてしまいました。うん。うむ、実に緊迫した空気。小生もさすがに黙っておる。ところで、レオ会長、朝食はまだですかな？すまんな。俺がもっと早くジナコ・カリギリを捕捉していればよかったのだが。それは兄さんの責任ではありません。元はといえば、ジナコさんを一人にしてしまった僕の責任です。叱責や追及は僕が受けるもの。兄さんはよくやってくれました。そうだな。そう言ってもらえると、こちらもいろいろ助かる。ちょっと大丈夫なの？シンジ、顔色と髪草みたいに真っ青よ。まさか吐かないでしょうね。うるさいな。髪が青いのは生まれつきだよ。僕は怖がってなんかない。お前たちに先を越されるのが嫌なだけだ。いいからさっさと済ませろよな。膝が震えているぞシンジ。強がりは余計に恐れを生む。これ、小生のように泰然と構えるがよい。何言ってんだよ。あんたは体全体で震えてるじゃんか。超振動ピストンかっていうの。いいな、これは無茶ぶるいである。ところでレオ会長、朝食はヤム茶というのはいかがですかな。記憶キューブの解放準備整いました。キアラさん、万が一に備えてのメンタルケアよろしくお願いします。承知いたしております。暗号化された記憶の解放は容易でしょう。問題があるとしたら、その後皆さんがこの旧校舎で培われた束の間の思い出と取り戻された記憶、その双方がうまく融和しない不具合、深刻なコンフリクトを起こす事態になりましたら、それは実に厄介と申せますので、そのために私は控えております。
なるほど。最悪2つの表層人格が現れる事態もあるのですね。どうってことないわ。誰だって多かれ少なかれ性格の裏表はあるものだし、自分は自分よ。どっちだって飲み込んでやるわ。ではオペレーションを開始します。皆さん、できるだけ心を落ち着けて抵抗はしないでください。大丈夫ですか？持ちこたえてください。そのバカ笑いをやめろ。ごったに宗教家は黙ってろよ。からっ、無理もないわ。僕の記憶の最終更新は5回戦の決戦後で停止しています。皆さんもその認識でよろしいですか？私もそんな感じよ。決戦前か決戦後かはまだ曖昧だけど。私も同様です。3回戦の記憶が曖昧ですが、部分部分ははっきりと確認できます。ですが、確認できるのは自分のレコードだけです。誰が誰と戦ったのかまでは思い出せません。そのようですね。自分が誰と戦い、誰を破ってきたかしか思い出せない。兄さんはどうですか？僕と足並みは一緒だったはずですが。俺も5回戦までの記憶しかない。対戦相手は。そうですか。その結果は。悪いが覚えていないな。お前はどうだ？俺との決戦を思い出せるか？参りましたね。封印されていた記憶には BB の秘密なり弱点が隠されていると推測しましたが、これはただ単に僕たちの関係を円満に進めるための配慮だったようです。表の聖杯戦争では誰と誰が戦っていたのか、誰が敵で誰を殺したかったのか。確かにそんな記憶があったら僕らは協力し合ってはいなかった。いえ、殺し合いすら始めていたかもしれない。記憶が取り上げられていたのはこの旧校舎の平和を保つためだった。そういうことですか、レオ。
意図は分かりませんが、そう捉えるべきでしょう。それとも他に何か思い出した人はいますか？ BB の秘密や都合の悪い事実に思い当たる人がいたら挙手してください。なんとなく分かってはいたんだ、分かってはいたんだよ。記憶なんて取り戻したってしょうがないって、そんなもの忘れていた方が幸せだって。ああもう余計なことしやがって。どうするんだよ、こんなのどうすればいいんだよ。何を思い出したかだって？そんなの決まってるだろ。6回、ううん、5回戦まで僕が勝ち残った勇士だよ。クソ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 、いいよいいから放っておいてくれ。こんなはずじゃないんだ、僕はこんなはずじゃないんだから。でもなんか引っかかるのよね。私の対戦相手、3回戦と次の6回戦2通りあったような。2通り？一度に2人と戦ったということですか？ううん、そうじゃなくて2つのパターンがあった気がするのよ。例えば次の対戦相手は、ミス東坂、記憶のデフラグがつかないようでしたら、さくらに見てもらっては？お構いなく、お気遣いどうも。お互いの経過を逐一突き合わせて、あら探ししている時間もなさそうだし。何か都合の悪いことでも？すみません、睨まないでください。気になっているのは、次奈子さんですね。私、次奈子のことを全く記憶していなかった。他人のレコードは思い出せないにしても、校舎で誰とすれ違ったかはきっちり思い出せる。なのに次奈子とは一度も会っていないのよ。他のメンツは？聖杯戦争で次奈子を見たことある人いる？まあ挙動不審の塊だからね、あの子。結局本人から聞き出さないとか。結論の出ない議論はスイーツですか？当然スイーツに決まってますよね。もちろんスイーツに決まってますよね。うん、その調子です。ナイスランチ、ナイスシュガー、ナイスカラメリック。甘くてほろ苦いモラトリアムを永遠に満喫してください。 BB チャンネル始まりです。モニターの前の皆さん、こんばんは。
ムーンセルでウクマナンバーワンの愉快コンテンツ BB チャンネルの時間です。司会はおなじみ小悪魔 BB ちゃん。視聴者はワンカップな水たまりでお遊戯に夢中なメダカの皆さんです。そろそろこの番組構成マンネリですか？でも相変わらず番組中の発言権は先輩だけです。なのでいい加減暴れても無駄だって分かってくださいね。そこの残念系ワカメとかもう言い飽きましたから、虫は虫でも同類の餌になるしかない最底辺の虫けらワカメさん。ひしひし感じるグランパ目線。先輩のそんな分け知り顔なんて見たくありません。もっともっと泣き出しそうなマジでマジ泣き5秒前の絶望チックなポロッポロ笑顔がお似合いですよ。まあそんなダサイクルも本日限りで打ち止めです。お次は出口無用攻略譜の行列のできる人気迷宮ですから。というわけで今回の BB チャンネル噂の迷宮のボス、最近話題のセンチネルさんの正体にズバリ迫ります。わあ、誰なんでしょう。全然わかりません。先輩の知ってる人かもですし、予想だにしない人かも。はっ、発売日も延期したことだし、まさかコストムシムシ驚愕の新キャラ。ステマオツ。ジーナ子さんはバトル側の人間じゃないんで、それだけ釘刺しに来たっす。ボスとか攻略とか関係ないっす。センチネルはジナ子さんでした。さすが平常運転のやる気ゼロ。ちなみにスラッシュはパイスラッシュのスラッシュです。好きでパイスラッシュをやってるわけじゃないっす。ああ、でも絶壁無双のラニさんならパイスカッシャーっすね。私はこれで十分っすね、ルビーさん。今後は一切ノーコメントっす。こんな無理ゲー関わっちゃダメっす。かまってちゃんはスルーが大原則っす。お疲れ様。自分でスカウトしておいてなんですが、ぶっちゃけジナ子さんには期待していません。隠れスペック高いアピールとかもそろそろ鬱陶しいですし、攻略不可能対象とか分かりやすくしてほしいのです。ですが彼女の護衛だけは正真正銘超級のサーヴァント。エビでメガロドンを釣るとはこのこと。同じ金でもどこかの金ピカさんと違って働き者と来ていますし、ジナ子さんにはもったいないサーヴァントと評判です。ああでも彼女のウェハーなプライドのためにフォローすると、実際ウォールの素材としては最高ですよ。バッキバキに屈折していますからね、ジナ子さん。それに比べたら BB ちゃんのレーザーよりも一本道のどこまでもまっすぐな構成命題さに感謝してください。ん、構成命題とか言っちゃいました。私、そっか、話し合いもありですよね。どうしましょうか先輩、うまくすれば取引とかできちゃいますよ。
の願いがそこまで回りくどいものか。この出し物そのものが奴の狙いだろうよ。くだらぬ時間稼ぎに乗るなバカめ。早々に会話を切るがよい。しつけのなっていないサーヴァントです。そんなに BB チャンネルの営業を妨害するなら、次は1対1の BB の部屋でお待ちしていますからね、先輩。同意します。何考えてんのよ。ストップ。私を誰だと思ってるの？断じて認めません。楽しくなってきましたね。斜め上ですね。実に喜ばしい。クソ、クソ。貴様の場所はその隅だ。しかし迷宮探索ばかりでつまらんな。何か話すがよい。気まぐれとはいえ垂涎の雑談タイムだぞ。なんと迷宮に輪をかけてつまらぬ男よ。貴様に SG があればさぞ無味無臭に違いない。仕方あるまい。では王自ら打って出よ。俺の問いに答えよ、雑種。男子としてお前が組み敷きたいと思う女は誰だ？当然であろう。他に何があるというのだ。つまるところ男と女はそれしかあるまい。ふん。だが俺が知らぬ女を口にされても興ざめだな。では生徒会室にいる女と限ろうか。あの中では誰が好みだ？
なるほど、貴様はあれか、自母神のごとく豊満な体が好みか。はあ、巨乳派というやつか。我らは正規の召喚関係ではない、趣味嗜好が異なるのも当然だったな。なんと深い溝があったものだ。まあよい、あの手の女の中身には気をつけろよ。女は顔で愛を語らい、腹で真実を求める。うちに溜め込みやすい娘ほどそういうものよ。満足とは言わぬが、退屈しのぎにはなった。では共に迷宮に赴いてやろう。ジナコカリギリの迷宮は陰気と弱音が渦巻くダメ人間の魔窟だ。良い息抜きとなったであろう。新商品入荷のお知らせですよ。今回はサーヴァント用の衣装を入荷してみました。細かい小物では私も張り合いがないのでね。さくら君に無理を言って厳重に保管されていた冷装を仕入れたのだよ。画面には映らなかったが、アクションムービー並みの活躍をしてきた。この値段には私の労働費と治療費も含まれている。いい商品というものは必要経費がかかるものだ。ビンゴット、いい響きだ。たまらん。した服はマイルームのクローゼットへ転送しておこう。好きな時に使うがいい。たまに発送が遅れるが、その時は涙を流しながら耐えるといい。このざま。いや、規定外の労働はしないだけだが何か。宅配サービスの苦情など当店は一切お断りしております。エゴの次は脱落者とはな。イベント尽くしにも程がある。どこまで仲間に恵まれていないんだお前は。事実は小説より奇なりか。ドキュメンタリーは畑違いだが、お前を題材にするのなら少しは筆が乗りそうだな。アンデルセン、彼は真剣にジナコさんを案じているのです。それを何ですか。もっとひどい目に遭わないか、さらなる恨めを引かないかなどと期待するなんて。本当に辛い話です。抗えば抗うほどハマっていく。底なし沼に飲まれた美男子の苦悩は禁断の蜜のよう。私もずぶりと溺れてしまいたい。はあ、いろいろすまんな。人間禁欲生活が長いと反動が大きくなる。この女の頭がここまでとは想像の拉違いだ。今の出現は忘れてもらうには違う話で塗り替えるしかあるまい。さて、今回は何を題材にするか。
そうだな。これまでの女どもの話をするか。どのバカの話が聞きたい？ジナコ・カリギリ、用務員室に住む電脳警備員、年齢不詳、経歴不明。サーバントはランサー、戦闘経験はゼロ、ウィザードとしての実力は並以下。しかしウエストのサイズなら女性マスターの中でも最強、そしておそらく腐っている。これ以上に何が必要だ？よもやあの肉布団の趣味や性癖を知りたいとでも言うのか？先物買いにも程があるぞ。どれほど贅沢に育てられ最高品質になっても豚肉は豚肉だ。ソラ、なぜ私を見るのです？この通り牛の凶悪さには到底及ばん。まあ牛も牛で腹に持たれるのでよくはないのだが、やはり鳥が最高だ。栄養素こそ低いがフォルムの美しさは打肉の中でも飛び抜けている。俺は断然鳥派だな。東坂凛、アジア圏で名を馳せるフリーランスのウィザード。レオ・ビスタリオ・ハーウェイと敵対する若き天才ハッカーらしいな。行動的かつ決断主義、どこからどう見ても肉食系の女だが、目標というより目力だな。誰よりも自立した少女に見えるが、それは見せかけに過ぎない。あれはそうやって自分を律していないと生きていけない人間だ。努力型の天才というやつだ。才能にあふれた勤勉家ほど見ていて気持ちのいい生き物はいない。まあ、あなたにしては評価が高いのですね。確か育ちのいいお嬢さんには厳しめの評価をしたような。その例はお前だけだ。生まれた時から蝶よ花よとめでられた女なんぞろくな性格にならん。第一、東坂凛は名門だが生まれは過酷だぞ。幼くして天涯孤独だからな。素直になれないのも金銭にうるさいのもそのあたりが原因だろうよ。そうですか。では3つ目の SG は？あれは彼女の本性なのですか？本性ではあるが表には出ないものだ。人間の性質は一方に偏ることこそあれ、一方しかない状態にはならない。砂時計をイメージしろ。砂が空になることはあれ、器の形は変わらないだろう。それと同じだ。正反対の性質は空にはなるが、本能はその際立った空虚さに我慢ができない。結果、禁忌として今の自分と正反対の属性に砂を戻したがる。正しいバランスを取るためにな。東坂凛は自分の理想通りに前進するあまり自分の弱さも際立たせている。誰かに支配されたいなんて願望は支配する側の損得を知らなければ出ないセリフだ。サディストは勤勉でなくては成り立たず、マゾヒストは強欲でなくては成り立たない。どちらが奴隷でどちらが奉仕している側かなんぞ、物の見方次第で変わるという話だ。そりゃあ愛だろうよ。より強く愛している方が本当に支配している側と言える。これは全てに共通する結論だぞ。だからこそ世の中はバカらしい。結局はそんなものでひっくり返るのだからな。本当困った人です。そんな乱暴な意見
声高に吹聴されてはマスターである私に咎が及びます。自重してくださいね、アンデルセン。そうだな。ラニ・エイト。エジプトはアトラスさんに未だ隠れ住むという錬金術師が残した最後のホムンクルス。言ってしまうと新人類だ。クローンに人権が与えられない西欧圏では肉を持った AI 程度の扱いだろうがな。体力的には人間以下であり、自然界での生存競争は困難だろうが、ここは電子の海、演算機能が力となる世界だ。ラニ・エイトはムーンセルが作り出した管理 AI と同等のスペックを持っている。彼女に心なんて余分なものが作られていなければ、間違いなく最強のマスターになっていただろう。受動的かつ結果主義、どこからどう見ても装飾系の少女だが、人形というより無垢な幼女だな。あれはまだ成長途中の容器だ。論理的に矛盾したもの、カオスを呼ぶ不純を許容できない。迷宮を守るという役割なら遠坂凛より一段階優れた英士だったろう。無垢な幼女、管理したがりの彼女がですか？ああ、管理とは理想だ。自分の理想から外れたものを許容できない、極度の潔癖症と言えるだろう。だから下着などという余分なものを許せないのさ。風呂上がりに裸になって散歩してみろ。あまりの清涼感に叫びそうになるぞ。ちなみに俺も執筆に詰まるとよくやる。そうですか。時にアンデルセン、今抱えている仕事はありますか？現在請け負っているタスクは一冊だけだ。なんだ、追加依頼か？キャパオーバーだ。これ以上俺に苦しめと。いえ、安心なさい。間違っても過度な仕事は押し付けません。この殺生にキアラ固く誓いましたとも。それは頂上。まあ依頼がないのはないで寂しいが、どうだキアラ、ちょうど大長編のプロットを構想中なんだが。間違っても合意いたしません。裸で走り回るために魔力を使うなど、あなたの宝具はストーリーキングですか？なんでしょう皆さん、急に押し黙ってしまって。私、何か問題発言でも？いや、何でもない。ところで座布団を1枚やろう。即興にしては素晴らしい切り返しだった。裸の王様とストーリーキングをかけるとは、くだらん女だと思っていたが見直したぞ。まあダジャレ自体はつまらなかったが。そんなつもりで口にしたのではありません。今のは事故です、事故。
退屈は目に見えているがな。伝達します。容赦はいらないわ。ほう、戯れだ。持ちこたえろよ。脆いな。いとまを与えるな。このまま踏みつぶせ。敵ならばこの程度だろうよ。このもの考えるにあたわぬわ。ゴミ、いやクズであった。あと方も残すなよ。遊ぶとするか。リハビリとしては上手。仕方ありない。使用する宝を増やすとしよう。あれ？お宝は？何もないじゃない。見る感じ。話にならん。退屈な遊びはほどほどに。遊ぶとするか。悪のやつ。言えるがいい。今のは貴様の最善か。話にならん。退屈な遊びは遊ぶとするか。余裕も楽しみもない戦いよ。戯れだ。戦いよう。眠くなってきたぞ。持ちこたえろよ。貴様は脆いな。高め。悪のやつよ。悪のやつ。エルダイ。
目覚ましにもならんわ。お前は、面白みのない輩よ。さて、どう出る？敵ならばこの程度だろうよ。雑誌通路に塵が積もっている。貧乏臭い薬を使うな。常に一流を用意せよ。雑誌さて、どう出る？遊ぶとするか。貴様は秋のやつ。わからせるな。余裕も楽しみもない戦い。もっと上手いよ、その子さんかしらね。黙す意味がないっていうか。この無意味さ、地なこ狩り切りらしいですね。つまらぬ、ろくなものが入っていないな、ここは。この輝きには胸躍る。やはり財宝とはこうあるべきよな。
なんだ貴様、死にたいのか。見る。話にならん。退屈な遊びはほどほどに。持ちこたえろよ。笑わせるな。貴様は。貴様の敵ならばこの程度だろうよ。それでは俺でなくも慢心しよう。また似たようなものばかり。レアはないのか。レアは答えろよ。貴様は脆いな。見えているぞ。良い度胸だ。見えている。こういうこと。いつでかかずらっているか。見えているぞ。お前はいか面白みに。跡形も残すなよ。脆いな。いとまを与えるな。このまま踏みつく。貴様の敵ならばこの程度だろうよ。三流はどこまで行っても三流だがな。さてどう出る。秋のやつ出るがいい。見えているぞ。余裕も楽しみもない戦いよ。戯れだ。跡形も残すなよ。脆いな。脆いな。様は脆いな。いつまでかかずらっているか。当然だ。ごめんぞ。余裕も楽しみもない戦いよ。さてどう出る。いつまでかかずらっているか。遊ぶとする。ほまんぞ。蹴散らす感覚は良いが退屈すぎるのも考えものよ。えい、また似たよ。俺の観念にも限度がある。まったく。ランサーめは何をしている。
にならん。退屈な遊びはほどほどにだ。目指しな。こちら感覚は良いが、退屈すぎるのも考えものよ。便乗しました。この会長は、用意は万全であろうな。甘いわ。どう出る？肩も残すなよ。もうちょっと蹂躙するとはこういうことだ。見出しだ。三流はどこまで行っても三この体たらくなかなか新鮮ではない。妹のジネコさんす、チース。ジネコがいつもお世話になってるす。ふん、一つ思い違いをしているな、ジネコとやら。
俺も雑誌もジナコの世話をした覚えなど一度もない。ああ、全然信じてないっすね。仕方ないっす。実際これ全部無理やり言わされてて、自分もいい迷惑で。そうっす、ジナコさんは見えざる神の手に操られてるっす。僕は利用されているだけっす。確かにあの看板はジナコさんプロデュースっすけど、それが迷惑になるなんて全然想定外で、ほんのちょっとした手違いでこれっぽっちの悪意もないっす。分かってくれたっすか。ほんとお門違いっすよ。だからその物騒なサーヴァントとか引っ込めるっす。無理っす。敗北、それは自滅を意味するっす。ギブアップしたらそこでゲーム終了っす。この僕はジナコの中でも一番の人気者、比較的社交性に満ちたジナコさんなのです。つまりこの先に控えるジナコーズはどいつもこいつも恥ずかしさの決心、なんとしても僕で食い止めたいのです。そもそもジナコさん SG とか全然見当もつかないっす。なんすかそれ、辛いっすか。知らないものは渡せないっすね。それは虫が良すぎるというものだろう。カルナさん、出てきてくれなんて頼んでないっしょ。それも本心とは乖離した言葉だぞ、主よ。彼らも相応の危険と残された時間という対価を支払い迷宮に挑んだのだ。帰れと言われてただで帰る道理はないだろう。すまないな、不甲斐なき我が主人に代わってこれの不覚と不利を詫びよう。この迷宮もまた空爆なばかりで、本質はジナコ・カリギリの汚部屋と大差はない。壮大な無駄と皮下脂肪のもとに成り立っている。探し物を見つけるには洗い物の山から未着用の下着を引きずり出すに匹敵する恐るべき難行になるだろう。同情しよう。さっきから言いたい放題っすね。あんたはどっちの味方っすか。肉体的にはお前の味方だ。うん、精神的には味方といてほしかったっす。だったら、マハーバラタだかヨガカレーだか知らないけど、マイナーな英霊なりに私の役に立ってみせてよ。仰せとあらば答えよう。ただでは帰れぬ客人だ。せめて俺の槍を味わっていけ。言うではないか。俺の下にふさわしい地層であればよし。ボンビャクの宝具ならば主ごと切り裂くぞ。見るからに三流よな。自宅警備員で蓄えたカロリーを受けるがいいっす。さてどう出る。遊ぶ。真の英雄は目で見せる。当然だ。自動武道 MOD。 真の英雄は目で見えているぞ。カルナさんはもはやランサーなんて地味なクラスじゃないっす。
目からビームも出すし、そう、僕のサーバントは特別性、ビームの英霊ランチャース。はっ、らしいクラス名ではないか。マスターの言う通り、未だ開示せぬ最上の高段を隠しているようだな。仕方あるまい。これも特殊な性癖の主を持った俺の運命だ。今後はランチャーで構わない。そしてこの物分かりの良さ、しかもとどめは刺さないもったいぶりとか、強者のゆとりってやつっすね。手心を加えたつもりはない。もとより一息で打ち取っていい相手ではあるまい。相手の力量の程を主人に見せた上で再度判断を仰ぐべきと結論したまで。これだけ余裕ぶってニコリともしないって何なの？心がたわしでできてるの？とにかく勝ったには違いないっしょ。なんだ、強いじゃないの私のサーバント。強いじゃないカルナ。これなら私、自分にご褒美してもいいね。とっときのジャージプリンだよね。構わないが、水槽のマナティがアザラシになったところで BB は気にすまい。それより、先ほどから随分と地が露出してきたようだが、それはいいのか、我が主人よ。頭脳ワーキングっすよ。カルナさんはパシリス。ムーンセルといえど、いや、だからこそ思考には多大なカロリーを費やすんす。言わせんな、恥ずかしい。元から筋肉で思考してるガトーのおっさんならどうか知らないっすけど。そや、おっさんどこ行った？じゃあ負けを認める？そっか。だったら最初からこんな凝った準備する必要なんかなかった。もっとシンプルでよかった。中ボスも小ボスも限界まで経験値稼ぎしてからアタックとか、つい作業プレイにはまっちゃう私の悪い癖だ。お粗末な嘘で悪かったね。強い人にはどうせわからない。そんなものでも私には必要だったんだ。私もあなたも傷つかないで済む嘘ならそれでいいでしょ。違うっつーの。何せ大切なものを持っている。私がバカじゃないの。これだからガキンチョは鬱陶しくて青臭いんだ。何も分かってない。何も苦しんでいない。大切なものを守るためなんと、そんなの恵まれた勝ち組の余裕発言だっての。嘘つくしかない。書かれた嘘そのものが大切な自分になっちゃう人間だっているんだ。私には大切なものなんてない。私には誇れる自分なんてない。私はもう嘘つきなんだから。はぁ。
次のフロアの軌道を確認しました。まだやはり隠された SG があるようです。戻って、休息が必要よ。ところでレオ、ガトーはどこに行ったの？もしかして戻ってきてる？彼でしたら同じ層にいますよ。帰還の術も尽きたまま。どうやら看板のメッセージにことごとく引っかかってはハマりを繰り返すうちにだいぶ出遅れたようですね。はあ？付き合いがいいっていうか疑うこと知らないっていうか。兄さん、花壇に水をやるついでで良いので、ガトー団長に迷宮クリアの情報と帰還用のクリスタルを届けてもらえますか？了解した。校庭の整備のついでにだな。いや、そのまま忘れてしまいそうだ。今から向かおう。戻るぞ。見るべきものは見たであろう。再び立つのは億劫よな。そこで控えよ。構わぬ、好きに賛美せよ、賛美せよ。153センチっす。パパは背が高かったんだけど。日本。パパはドイツ人だけどね。年中無休のオールヨカっす。マジかちぐみ。ゲームもネットもし放題。雑種。死ぬか。